はい、き今日はですね、西山拓司さんという方がまあ、91歳のお亡くなりになったんですけども、まあ、これ、沖縄返還をめぐる密約があったんですよね。で、今日はですね、いつも三浦瑠璃さんの件をですね、まあ、佐藤さんが解説をしているんですが、まあ、こういうあのー、まあ、三浦瑠璃さんみたいな事件っていうのが、ですね、なんであんのっていうふうに三浦瑠麗の、まあ、旦那さんの事件ですね、正確には。 で、あの背景にはですねまあいろんな政治的な問題とかも絡んでるんじゃないかということで東京地検特捜部が動いてるんですけどもまあやっぱりジャーナリストっていうのがですね、えー、こういう密約とかいろんなものを暴いていけばああいうまあ一部の人間がね躊躇するあ税金躊躇してんじゃないかとかなんかズルしてんじゃないかっていうのがまあ、なくなっていくわけなんですけどもまあ、その一つの まあこれ徳田根です本日徳田根です佐藤さんが沖縄密約に関する関係者の証言も含めて、えー、新しいね,ね話をしてくれますのでぜひ見てほしいなというふうに思いますまあ、佐藤さん自身が朝日新聞でね40年以上ジャーナリストをやっていた、えー、まあそういうまあ、佐藤さん自身に今回の問題、えー、ぜひ語ってほしいなというふうに思います徳田根ぜ,ぜひね皆さん見てほしいなと思いますそれではスタートはいこんばんは、えー、本日はですね えー、この西山滝地さんがですね、えー、亡くなったんですねこの2月の下旬ですけども、えー、これ西山さんね、えー、これ西山滝地さんという人、まあ、どういう人かというとね、えー、これはもうね知っている人は、えーまあ、よく、ね、ご存知のですね西山事件のね、えー、元毎日新聞の記者ということなんですよね。うん、で えー、これね、まあ、朝日新聞でね、えー、これをね亡くなったことをですね伝えていますので、まあ、これで大体のことが書いてありますので、えー、これをちょっと読んでみたいと思うんですね。えー、っとね <laughs>、えー「元毎日新聞記者で沖縄返還をめぐる日米間の密約報道にた関わった西山滝地さんが、えー、24日2月24日心不全のため北九州市内の介護施設で死去した」。 1931年山口県生まれ慶應義,義塾大大学院を修了後毎日新聞社に入社1971年翌年の沖縄返還をめぐり米国側が負担すべき米軍用地の原状回復保証費400万ドルを日本側が肩代わりするとの密約を示唆する機密文書を入手した。文書の入手を 外務省の女性事務官に頼んだことが、えー、秘密漏洩のそそのかしにあたるとして、えー、国家公務員法違反容疑で事務官とともに逮捕され、えー、1974年に毎日新聞社を退社、えー、1978年に最高裁で有罪が確定した、えー、世論の関心は密約よりもスキャンダルに移り報道の在り方が問われたというようなことなんですよね。 えこういう西山拓司さんなんですけどもねでこういう西山さんにね関わったジャーナリストというのはまあ少なくないと思うんですけどもこの僕もねこの生前の西山さんに実際に会って、えー、そして西山事件とかね、えー、この密約問題ですねこれについてじっくり話を聞いたんですよ。ね、でそして僕の場合はねそれだけではなくてこの密約を示唆する機密文書つまりね、えー、これはね、えー、その時の 中米日本大使館から日本政府にね送られた電報のことなんですけどもこの電報を書いた本人にもインタビューをしているんですよ。ね、なので今ね西山さんが亡くなったということでこの西山事件ですねこの沖縄返還問題のね密約事件これをね語っておくのはですねやっぱり僕自身ね歴史の証人としてね義務だろうと思ってるんですよ。なのでね今回やっぱり語ることにしたんですよ。 だけどね、この西山事件でわかることは一体何かといえばやっぱりね民主主義政治において密約とか秘密とかいうものは決してあってはならないものだということなんですよ。ね、で特にねこの沖縄返還のねこの密約の問題に関してはねこれ西山さんも指摘しているんだけども、えー、これね 要するに自分の長期政権のレガシーが欲しいということで佐藤栄作ねこの首相ですね佐藤栄作首相が自分のレガシー作りのために沖縄問題沖縄返還こんな綺麗な形で完璧に成し遂げましたということをねする見せるためにアメリカ側とこういう密約を結んだということなんですよ。 ねうん、これね誰かに似ていませんか、ねうん、はっきり言ってね佐藤栄作とねそれから安倍晋三ってのはこれは何て言うかなあもうこれは親族なんですよね、うん、要するに安倍晋三のおじいさんが岸信介でそして岸信介の弟が佐藤栄作ですよ、ね、で佐藤栄作ねこれ沖縄密約そして岸信介も 1960年の,年の日米安保条約改定をめぐってこれ密約を結んでいるんですよアメリカとの間にねそして安倍さんはね密約どころかねもう秘密秘密また秘密ねこの防衛費2倍あるじゃないですかこれだってトランプとの間の密約ですよこれこのね3代というのは本当にね密約秘密そういうことで日本政治を本当に堕落させた そういういねね本人の3人のですよこれ、ねえー、そしてね今回ね、えー、ちょっとお語るのはこの佐藤栄作の密約ですよ。ね、うん、だけどねとは言ってもですよこのね日本のね戦後政治の成り立ちからしてですね巨大な密約巨大な秘密に包まれてるんですよ。ね、だいたいねこの戦後の日本政治を見ると ほとんどの日米間のね、密約、それから秘密といったものは、このね、戦後すぐの,この巨大なね、密約、巨大な秘密にたどり着いてしまうんですよ。ね。この巨大な秘密があるんだから、ね、えー、今回のこの密約、密約は仕方ないよね、となってしまうわけなんですよ。ね。うん。まあ、そのことについてはね、また後で話したいと思うんですけどもね。うん。だけどね、とにかくね、密約とか、 国民に騙した秘密があればね当然ながら政治の場でですよ、えー、きちんとした議論ができないんですよね政治の場というのは当然国民がね見てねそしてそこで判断してうん考えるねあの場所ですからそれは当然ね全部公開しなければいけないわけですよところがその裏に密約が密約があるとそこでどうしても 話といいいうのは噛み合わななじゃないですか、ね、そういうことになっちゃうんですよ。ね、はっきり言えば、ね、国民に分かるような言葉が一切通用しないんですよ。この日本というね、この国会という場においては。ね、つまり、民主政治ができないということになっちゃってるんですよ。この密約のために。ねうん がってですよ。がってね、こういうことは可能な限りオープンにしなければならないんですよ。それがね、日本のジャーナリズムに課せられた、もうこれは宿命的なね、義務、仕事なんですよ。これは、どんなことがあろうともそれはね、暴露しなければいけないんですよ。ね。これが日本のジャーナリストの本当の仕事なんですよ。ね。というわけでね、それを、 まさに体を張ってやったのが西山さんなんですよ。西山滝一さん。ねということで、本日はね、この西山事件のことをね、えー、ちょっと喋ろうと思ってるんですね、うん。まずね、このさっきの朝日新聞の記事でね、紹介しましたけどもね、えー、これね、どういう密約かというとね、ね沖縄変化をめぐってですね、えー、アメリカ側が、ね、負担すべき米軍。 アメリカ軍の用地ですね。まあ、これ日本に返すね、米軍の用地。これの現状回復保償費。現状回復費用ですよ。ね。つまりそこね、汚されちゃった。汚染されちゃったんですよ。な何かの化学物質かなんかでね。で、それがね、まあ、400万ドルかかるということで。で、それを日本側が肩代わりしますよと。ね。そういうね、あの、密約なんですよ。ね。でね、 まあ、ここでね、まあ、単純に考えればですよ。現状回復費用とは何かということですよね。例えばね、誰かが土地を借りていたとする。それを何らかの事情で汚してしまったとしますよね。例えば、ゴミを不,不法投棄したとか、あるいは何かの化学物質で汚してしまったとかね。じゃあね、それを土地を返却する際ですよ。一体ね、これはどうなるんだろうかということですよ。ね、これはまあ、 常識で考えて分かるようにそれ汚した側がその現状回復費用をきちんと払うとそれが常識ですよねうんこれ引っ越しの時でもねあの汚したところがあればね大家さんがこう見に来てねあここ汚れてるということでそれは差し引かれるじゃないですかねそこは払ってくださいよということでねうんそれはね常識ですよね人間の常識でこれはもちろんね 国同同士ででも同じなんですよ、ね。ところが、えー、これがね日米間においては汚した本人のアメリカが払わないで貸した日本側が払う肩代わりして払うというねそんなねとんでもないことになっちゃってるわけですよ。ね。これがねこの問題なんですよ。 でねベトナム戦争の時のね枯れ葉剤ってね覚えている人も多いと思うんですよねこのね、えー、二重胎児ベトクンドク,トドクフンというね、えー、そういうね子が生まれてしまったというねこの化学物質枯れ葉剤ですよこれをねものすごく噴霧したわけですよねうんベトナムの土地にですね本んにひどいことをしたと思いますけどもねまあそしてねこのベトクンドクフンという二重胎児だけじゃなくてね えー、これはねホルマリン漬けになったその胎児をね僕は写真で見たことありますけどもこれはねえとてもねあの見るに耐えられないものですよ、ね、見るに耐えられないものそのぐらいのねまあ言ってみればその奇形ですねこれがものすごいんですよねそういうね人間をね人間じゃなくしてしまうっていうねそういう恐るべき枯れ葉材をまいたわけですよね 僕はかつてね、ベトナムの中部ね、あの、フエっていうところにですね、まあ、旅行に行った時に、あ僕はね、あの、その街で目のない人を見ましたよ。ね。目のないっていうかね、簡単に言った頃、目のところのこの穴がないんですよね。顔にはこの目のところ穴が2つ開いてますよね。なのでこの目がね、見ることができるわけですけども。つまりね、そのままね、目の部分がこう、肉なんですよ。つまり、のっぺらぼうになってるんですよね。うん。 これはこれはなぜかといえばね年齢から言ってねベトナム戦争の時のね、あのー、まさに枯葉剤の被害者だと僕は思うんですよ年齢からしてそういうふうにしか考えられないんですよねうんねで特にねこのベトナム中部というのはその枯葉剤作戦の中心だったんですよなのでああそういう人がね大人になると、うん、こういうね大変なことになるんだなと いうふうに、ね、思いましたね、うん、そしてねなんでね僕が今枯葉剤のことを言ったかというと実は枯葉剤の一部は沖縄に貯蔵されていたのではないかとという疑いがですね非常に強いんですよこれはねまだわかりません全くわかりませんけどね疑いが強いし沖縄の人たちはそう疑ってるんですよねで僕はね沖縄もね、えー、何度か取材したことありますけども この沖縄北部のね、あのー、訓練場ってのはね、かもあるんですよね。もうジャングルみたいなところなんですけども、そのね、訓練場後に行った時ですよ。ね。それはあのー、まあ、前何十年前かに、えー、日本に返還されてるんですよね、その土地はね。でね、<laughs> ジャングルの中で、丸々ですよ。100平米ぐらいだと思うんですけどもね。そこがね、さら地になってるんですよ。さら地になって、 ほとんど何も生えていない。ね。砂っていうかね。あの、土の上の砂っていうか、それだけなんですよ。ね。そういう土地があったんですよ。でね、地元の人に聞いたら、やっぱりね、そこは枯れ葉材の置き場。ということを疑っていました。ね。つまり、返還されてから、返還されてから、何十年も経つ土地ですよ。ね。何十年も経つ。うん。 なのに、そこだけは何もなくて、ね。まあ、ポツポツとね、松の木が生えてるんだけども、ね、それもね、たった20センチとか30センチとか、そのぐらいの高さしかないんですよ。まるで盆栽のようなんですよ。ね。つまりね、植物が生育しないんですよ、その土地は。こういうね、土地があるんですよ。ね。まあ、それ枯れ葉剤かね、ダイオキシンかわかりませんけども、ね。そういうね、 あの土地があってでこういう土地についてですよ原状回復しなきゃならないじゃないですかねまあどういう風なねことをやるのか僕は専門的には分かりませんけどもねでそういう原状回復費用について本来はアメリカが絶対に払わなきゃいけない話ですよ日本政府にねところがアメリカはほとんど払ってないしほとんど何もやってないということなんですよこれがね 現実なんですよね。そしてね、この沖縄返還の時にですよ。沖縄返還の時に時にその費用について、とりあえず日本が建て替えますよ。というね。そういう密約を交わしていてね。そして、それを西山さんがスクープしたんですよね。これはね大変なスクープだと思うんですよ。つまりね。日米関係という関係というのは？ 非常に偏った関係で日本がアメリカを,アメリカを頼りきってアメリカは日本をね属国扱いしているわけですよそんな関係なんですよねうんそしてそれを象徴するような事実なんですよ、ね、お前の土地を汚したけども悪いなとお前ちょっとね何とかしといてくれよという話じゃないですかねそれがね沖縄返還の際の現状回復費用の日本肩代わり これを西山さんがね外務省の、ね、この秘密資料によって知ることができたわけなんですよ。ねうん、これが、ね、大きいスクープなんですよねだけど当時の毎日新聞はですねなぜかこれを1面トップにしなかったんですよ。そしてね3面の解説にしたんですよ。ね、大,型大型の解説ですけどもね なぜ一面トップにしなかったのかという問題ですよね。それはね、多分ですよ。おそらく西山さんの配慮が働いていたと思うんですよ。つまり、このね、大徳棚の根拠、根拠は何かといえばね、在、えー、米日本大使館から外務省に送られてきた一通の電報だったんですけども、ねその電報にね、書いてあったわけですよ、密約が。ねそういう密約がね、 えー、あるんだけどもどうこうどうこうとかねそういうような、えー、こと書いてあったわけですよ、ね、だけどもその電報の写しをですね西山さんが手にしてそれを見たのはねこれはね外務省の一人の女性事務官からだったんですよ、ね、そしてねこの西山さんとこの女性事務官にはこういう関係があったんですよねうんでこれはね だから西山さんはね、えー、これは僕は同じ新聞記者だからわかるんだけどもねそれを目にした瞬間ですねこれは大変なことだと、ね、これはスクープだと,と思ったに違いないわけですよ。だけどそれだけにですよ下手をするとこれはねそのニューソースっていうのは女性事務官ですから下手をすると自分と女性事務官のその関係を突っ込まれるかもしれないと。 ということをね、考えたと思うんですよ。で、その躊躇が一面トップを外,す外させて、そして三面の大型の解説にさせたと僕は思ってるんですよね。うん。でね、これはもちろんね、この報道されてですよ、大変な問題になったんだけども、これね、佐藤栄作首相はね、当然ながらというかね、やはりスキャンダル,ススキャンダル作戦に出てきたわけですよ。ね。うん。 つまりこの西山記者とその女性事務官との関係を暴き立ててねそして違法な手段で情報入手,入手したとんでもないことだということで国家公務員法違反で逮捕してそして起訴起訴してそして、えー、最終的な有罪が確定したわけなんですよねうんこれね、えー、西山さんはねこの電報についてねこの まあ政治的にこれを問題にしなければいけないということで当時の社会党のね国会議員ね、えー、まあ横道さんとかねそこに今見せたわけですよで横道さんがこれヘマしちゃってですねこれをねその電報の番号までね国会で喋っちゃったんですよ、ね、ところがねその国会あの電報の番号というのはこれ投資番号で誰の誰にね、えー、手渡された、ね、電報かと。 誰に手渡された伝法のコピーかというのが分かって分かっちゃうんですよ。そうすると、えー、その渡されたその幹部が特定できるわけですよね。そうすると、その幹部の秘書は誰かということになるわけですよね。そしてその秘書ね。この女性事務官、それが分かっちゃったということなんですよね？うん。ね、ここだね。ここで一言言っておくとですよ。これ一言言っておくとね。一応念のためにね。 まあこれここもこもれはね言わずもがなっていうかね言わないでもねひとつき万冊をねご覧になってる人はねわかると思うんだけどもねこれね男女関係ね男女関係なんていうものはねこれ極めて私的な事柄ですよねなのであえて言えばこれプライベートの問題ですよだからそれをね国家権力が,ね国家権力が暴き立てるなんていうことはねそれこそそちらの方こそ違法ですよこれね それが一つ。うん。そしてね、それよりもですよ、この問題はね、日米間の違法な密約の方がはるかに重大な社会問題ですよ。ね。うん。だから、その重大な社会問題の方を、ね、非常に問題にすべきなわけですよ。ね。だけど、佐藤栄作というね、これどうしようもない首相はですよ、問題をすり替えたわけですよ。すり替えた。 こういうところがね、本当にね、悪巧みの働くね、首相だと思いますよ。ね。うーん。で、ね、とにかくね、あのー、まあ、しかしね、こういうのはね、あの時の政権によってこういうことがやってくるんですよ。なのでね、僕がね、この、うーん、ね、日銀記者クラブとかね、そういうところで、こう、キャップやっていたときはね、あのー、後輩にはね、あのよく言,う言って、注意しまして、 まねうん、つまりこのね、うんまあ、どういうことがあろうとねやっぱりその例えばお付き合いしているね例えばですよ例えばそういうねその女性からですねそういう話ネタをもらってはいけないとねこれはあどうしても突っ込まれる恐れがあるというようなことですよね、うん、ここのところやっぱり注意しなければいけないということなんですよね そしてね、この西山拓一さんというね、えー、この人ですね。まあ、どういう人かというとね、これね、えー、っとね、えー、これは毎日新聞に書いてあるんですね。毎日新聞に書いてあるんだけども、これ最後に琉球新報ってあるんで、まあ、琉球新報の記事から、えー、転載したのかもしれないですね。毎日新聞はね。これ、土江真紀子さんという人がいてですね、土江真紀子さん。この人がね、えー、っと <laughs>、 えー、この人はね、沖縄の記者だ,記者だったんですよ。えー、っとね、琉球朝日放送 QAB ですね琉球。琉球朝日放送の記者だったんですよね、この土江真紀子さんがね。でね、えー、このね、密約問題ですね、これを取材しようと思ってね、いろいろ調べていたんだけども、どうもよくわからないと、その当時の記事を読むとね、何か曖昧でよくわからないということで、 西山さんにやっぱりね、直接話を聞きたいということで、すごい調べたんですよね。うん。すごい調べてね。僕なんか西山さんね、け結構すぐ分かったんですけども、ね。えー、その、僕の前ですからね。西山さんがまだね、マスメディアにあんまりね、出てこないときですよ。ね。えー、なのでね、この電話帳をね、えー、電話帳をね、北海道から順番にですね、片っ端から調べて、 西山という人に全部電話したんですよ、ね、すごいと思いますねこの執念ね。うん、そしてね最後にかけた電話の電話がその本人だったということなんですよ。まあこれはねまあ何でも最後はねこれ本になりますよね当然ね、うん。ということでねえっ、ー、とこの土屋さんの文章を見るとね、えー、事件から数十年ずっと身を隠し地獄の底から聞こえるような声だったっていうんですよね。 うん、いや僕もねこう西山さんインタビューしたから知ってるんだけども声が低いんですよ。声が低くてねかなりね、あのー、気迫のある声なんですよね。うん、まあこう何て言うか今日が乗ってくるともうちょっとこ声の調子も高くなってですね,、えーねまあ、普通の感じになるんだけども最初はねすごいね図太、えー、いね、えー、迫力のある声なんですよね。うん、そしてねこの土屋さんの文章を読むとねこうなってるんですよ。 取材は受ける気はない。とメディアへの不信が大きかった。それでも何度か電話し、取材したいのなら、取材したいのなら、二三日で来い。と言われ、翌日自宅へ向かった。2001年の年末だった。私は一言も喋らなかったが、国とメディアへの怒りを一時間ぶつけてきた。こちらを見透かしてくるし、怒鳴るしで、取材はとてもやりにくかった。 えーものすごく怖かったが私もその正当性を堂々とカメラの前で話せばいいと返すなど何度も喧嘩した妻の恵子さんが間に入ってくれたり後で本人が言い過ぎたねと電話をくれたりして関係を途切れなかったっていうねこれね西山さんをねよく表現している文章だと思うんですよね非常によく分かりますよ、うん、これ西山さんはね喋り出すと本当に喋り出すんですよ 8時間ぶつけてきたってのもすごいけども <laughs>、ね。僕もですね、もう数時間ですね、ちょっとよく覚えてないけども、2時間から3時間ぐらい、ね。まあ、実にですね、この外交関係からね、あの、日本の政治勉強してるんですよ。ね。それをね、どん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 ね、語ってね、すごい僕自身も勉強になりました。ね。うん。まあ、というようなね、この土屋さんのね、あのー、何て言うかな。 あのこの思い出話があるわけですね。うん、あるんですよ。ね、この土屋さんね、土屋真紀子さんね、えー、この人はね、まあ、その後ね、この問題をこう取材してですね、えー、大変な、ね、資料を入手するんですよ。このアメリカのね、この沖縄交渉記録、これのケーススタディ記録ですね。つまりアメリカってのはこのは、ケーススタディを常に考えながらやるわけですよ。ね。日本がこう来たらこうしよう。 飽きたらああしようとかね、うん、こういうね非常に緻密なこと,なことをね毎回やってるわけなんですよでその記録を入手して、ね、そして岩波書店から出版したんですよ、ね、でそれについて、えー、っとこう西山さんもね解説文を書いているんですよつまり日本側がいくら隠したってアメリカが全部あのー、ねケーススタディで、えー、書いてしまってると。 記録してしててまってるとということですよね、うん、でねここにもね、まあ、このねケーススタディね岩波から出たあこのね、えー、記録ですけどもそこにも書いてあるんですけどもね僕がね西山さんから教わったね大変な歴史的ス,プースクープねこれを今言いますとですねでこれね <laughs> 僕ね、えー、なんで西山さんにね取材したかというと、えー、何度もね、えー、紹介したことあるんだけども。 週刊朝日でね、成城期の下の最小たちっていうね、大型連載をやったんですよ。ねえーまあ、かなりの大型連載なんですけども、その時アメリカ行ったり、それから日米の、ね、要人に話を聞いたりしたんですよで。その時のこの記録ですね、これがその記録なんですよ。これ。ね、これ非常に分厚いでしょ。これね、 そのインロングインタビュー、ロングインタビューしたものをですね、僕が自腹で全部テープを起こしたんですよ。ね。それのね、あの、証言が、その証言が全部ここに記録されてるわけなんですよ。全部記録されてるんですよね。あ、う、ん。ね。で、えー、これはね、僕はね、まあ大変な記録だと思っているんですけども、 これね、いずれね、何らかの形で交換したいと思ってるんですよね。うん。そしてね、その中で、えー、っと、佐藤栄作ね、えー、これね、えー、西山さんがね、教えてくれたんですけどもね、えー、この沖縄返還交渉ですね、これをね、裏で、ね、佐藤栄作の裏で、えー、裏でですね、財務省を指導してですね、そしてね、 あの全体を指揮していたのは誰だったかというとこれはね福田武雄なんですよ元首相の福田武雄なんですよねでこの時ね佐藤栄作の後ですね誰が首相をやるかということで福田武雄と田中角栄が争っていたんですよねこれは有名な「拡幅戦争」ですよね、うん、だけどねまあ実質的にはほとんど田中角栄の勝利だったんですよで、えー、福田武雄はね 最後の望みをかけて、沖縄交渉の裏の指揮を取ったんですよ。ね。うん。つまり、えー、これを成功させて、そしてね、佐藤栄作に言わせると。ね。田中、お前はまだ若いんだから、今ね、福田にやらせろと。その後お前でいいじゃないかと。ね。そういうふうに言ってくれることを期待したんですよ。ね。それで福田が全て取り仕切ってやったんですよ。ね。うん。でね、 この密約問題ありますね。密約。これも要するに福田が取り仕切ったんですよ。福田が取り仕切ったということなんですよ。これは西山さんが取材して、そういう結論に達しているんですよ。ね。それから、ね、えー、これね、アメリカから当時ね、忍者と呼ばれていたミッシーがいるんですよ。ね。これ、えー、日本からその裏交渉について派遣した、ね、秘密の使者ですよ。 それが、えー、ニクソン政権側の秘密の交渉役のキッシンジャーですね。それといつも交渉していたんですよ。それがね、若泉慶っていう人なんですよね。でそれがね、うん、若泉慶、他作中西を神前と干すっていうね、こういう本も書いてるわけですよ。まあ、この若泉さんも亡くなっちゃってるわけですけどね。日米最大の密約。ね、これ、若い住みさんがそれを背負ってね、 ずっと,と交渉していたんですよでその交渉のね裏表をずっとね書いてあるわけなんですよね。うん、ねでその若い泉慶を佐藤栄作に紹介したのも福田さんなんですよ。ねうん、福田さん。つまり福田さんはねこの密約に関してかなりかなりコミットしてるわけなんですよね。うん、そして福田さんというとねもちろんこれはね えー、安倍晋三さんにつながる清和会ですよ。ね。うん。そしてこの清和会を最初に作ったのが岸信介ですよね。でさっきも言ったようにこの岸信介は1960年の日米安全保障条約改定の際にアメリカとの間で密約を結んでいたわけですよ。ね。うん、つまりね,こ,ねあこの安倍につながる清和会というのは岸も福田もね。 全員ですね、アメリカとの間のガンチラムの密約で結ばれているということなんですよ。ね、今回ね、まあ、これね、僕が入手した情報によるとね、安倍という人間はですよ、トランプとの間で防衛費を2倍にするという密約を結んでいたわけですよ。ね、それで今それがね、現実のものになっちゃったわけなんですけどもね。うん、そういうふうにですね、この防衛費2倍とかね、 そしてその兵器、兵器を買い取るということで、そういう密約を安倍さんが結び続けてきた。それは本当にね、うなずけるんですよ。ね。そういうようなことなんですよね。うん。そしてね、まあ、その後の経緯をね、ここで言うとね、結局ニクソンはね、この佐藤栄作の後の日本の首相についてですね、やはり田中角栄を選んだ,選んだわけなんですよ。ね。うん。 このアメリカの大統領がね、日本の首相を選ぶなんてね、ちょっと聞くとふざけんなっていう話なんだけどもね、だ現実としてはね、これが大きいね、要素になってるんですよ。ね。うん。ね。でね、ニクソンがね、なんで田中を選んだかっていうとね、この田中はね、この佐藤とニクソンの間でね、もう一つの密約があったんですよ。つまり、この戦意交渉ですね。 当時ね日本のこの繊維輸出がですねものすごかったんですよなのでアメリカのねこの繊維産業がものすごいやられちゃってるやられちゃっていたわけなんですよねところがその繊維産業はこのニクソンの地元であるカリフォルニアですねそこが多かったんですよなので日本にねこの繊維の繊維輸出のその自主規制を行わせるということがですね えー、ニクソンと佐藤栄作の間で、ね、密約として結ばれていたんですよ、ねうん。沖縄密約の他にですね。だけども、佐藤栄作はね、全然動かなかったんですよ、それについてね。うん、なのでね、えー、これはね、佐藤栄作がねあの、そのやり方がわからないんでね、困りきっていたところにですね、田中角栄がね、えー、出てきたわけですよ。そして田中角栄がね、あのー、まさに、 それをね引き受けてそして財務省と交渉してですよそしてその繊維産業の業界に補助金を出すということで話をまとめてそして自主規制を実現したわけなんですよそしてその動きを逐一ニクソンはもちろん知ってるわけですよ、ね、なので、えー、これはね最後ある意味ねドラマチックなんだけどもカリフォルニアのサンノゼにですね ニクソンの別荘があったんですよねそしてそこにねえー、っと佐藤栄作田中久恵それから福田武夫みんな招待されたわけなんですよ全部終わった後にねその時にねこのニク,ソンニクソンとのこの昼食会にですね佐藤栄作がねニクソンと同じテーブルについていたんだけども3人目は誰を呼ぶかということでねその同じテーブルに佐藤栄作はね福田武夫を呼ぼうと思ったんだけどもね その前に、ニクソンがこうね、手を挙げてね、大きい声で、えミスター田中、え、hey, い、カモンとかやってですね、そしてね、田中角栄があそこに呼ばれてテーブルについちゃったと。ね、うん。そういうようなね、ドラマチックな場面もあったわけなんですよ。ね。うん、そんなようなね、えー、ことなんですよね、うんで。これがね、これがですね、 まさに当時ね、あのー、現役の記者としてね西山さんがそれを取材しているわけですよ。ねうん、でそれをねえ僕にねいろいろ語ってくれたんですよ、ねうんで。こういうふうに語ってるんですよね。うん、なぜかといったら閣栄は圧倒的にその時、ね、佐藤栄作は佐藤派じゃなくて事実上田中派になってしまっていたんだよ。とね、佐藤派という名前だけで 事実を田中派だからねそのぐらいになっていたと、ね、はっきり言えば田中があもう全部佐藤派を議員を掴んでしまったと、ねえー、だから福田としてはその戦略を途中で聞いたときにがっくり来ているよとあだけどその前に沖縄返還交渉が始まった頃はまだ佐藤栄作というものが、えー、田中の頭を慣れて「もう一回,、えー、回お前やめろ」と「お前は一度もできるこの次はお前だ」 普段に協力してやってくれというのを期待してやったんですよ。それでないとあんなことやりますかあんな一番危険なものを。ってね、これ密約のことを言ってるわけですよね。まあそんなようなことだったんですよ。ね。まあそしてね、じゃあね、沖縄でね、なんでこういう密約があったかという問題ですよね。これ根本的な問題ですよね。うん。なんでそういう密約があったか。 これはね、西山さんがね、まあその党の本人ですからね、うん、それはね、えー、解釈してこう言ってるわけですよ。ね。うん。えー、こう言ってるんですよね。うん。えー、っとね、うん、つまり、歴史に名前を残すと、それだけなんだよと。ね。結局、佐藤栄作にしてみれば、うん、美しい変換にしなくちゃいけないと。ね。 遺産として残すために、美しくない、ね、美しくないリアルな厳しい問題というのは全部隠しちゃうんだと、ねうん。全部隠しちゃうので、これ最後まで隠さなきゃならないじゃないですかと、ね。ということはね、そして本当だったら、ね、これはもう全部公にしてしまうと。ねえー、全部公にしてしまって、えー、そして、 えー、これはね、後々、もうこれ、どうしようもない問題なんで、後々、これを直していこうと、そういう風に発表すればよかったんだと、ということなんですよね。まあ、それがね、やっぱり正解だと思いますよね、これね。うん。そういうことだと思うんですよ。ね。うん。まあ、それでね、まあ、これ、これがね、西山拓さんなんだけどもね。で僕は、実はね、この電報を書いて送った、 党の本人にもインタビューしてるんですよ、ねうん、いろんな人にね、話を聞きましたんでね。でね、この人は誰かといえば、この人はね、外務省で非常に有名な人ですけども、栗山隆和さんなんですよ、ね。これはもちろんその道ではね、知ってる人はもう超有名人ですけどね。えっ、ー、と、こう嫌なみから出てますよね。外交証言録、沖縄返還、日中国交正常化、 日米密約っていうね、本ですね。こういうのを出してるんですね。えー、っと、栗山隆勝さんね。栗山隆勝さん。ね。この人はね、要するに外務省の超大物ですよ。ね、外務省の超大物。えー、というのはね、あの外務省っていうのはね、最終的には事務次官。普通のおお省庁であれば事務次官で終わるんだけども、外務省の場合はね、最後はね、 中米,中米大使なんですよ。ね。中アメリカにいう日本大使なんですよ。それで終わるんですよね。で、栗山さんはもちろん中米大使で終わったわけですよ。ね。で、その栗山さんがね、これもね、あの、西山さんに負けず劣らずですね、本当に長時間、あの、インタビューに答えてくれました。西山さんもね、西山さんね、栗山さんも3時間ぐらいね、話を聞いたと思いますよ。ね。うん。栗山さんね。 この栗山さんの記録はもちろん全部起こしてるんですよ。これね。全部起こしてるんですよ。で、栗山さんはね、なんて言ったか、なんて言っていたかというとですね。これがね、えー、ね、この密約についてなんて言って、言っていたかというとですね。これね、この電報というのはですね、当時ね、この愛知喜一外務大臣、ね、愛知喜一外務大臣が田中角栄の外務大臣、えー、田中角栄じゃない、<laughs> 佐藤栄作のね外務大臣としていたわけですよ佐藤内閣のねそして当時の国務長官というのはねロジャーズという人なんですよ、ね、そして、えー、その外,外務大臣同士ねあねこれねあの国,国,務大臣国務省の国,国務省はね外務省ですからねアメリカねうんロジャーズ国務長官ねロジャーズ国務長官と愛知外務大臣のこの外相同士の会談っていうのがあったわけですよね そこでね、ロジャースがね、行ってきたわけですよ。愛知外務大臣にね。どういうことかというと、えー、っとね、うん、この軍用地の現状回復ね。この問題のね、えー、現状回復。この400万ドル。これね、日本が、えー、日本が出したと。ね。そして、そういうことを紙に一筆書いてくれないかと。言うんですよ、ロジャースがね。で、これはね、あの、ロジャースが多分ね、アメリカ国内で、 何か誰かを説得するために、あのー、これを、ね、言,い出した言い出したんだと思うんですよ。ねうんまあ、沖縄返還は、ね、やむを得ないんだと。ね、ついては日本が、ね、現状回復の400万ドルこれまで出してくれることになったんだからこれは飲まなきゃならんぞというのをロジャーズがアメリカ国内で誰かを説得するために言い出したんじゃないかと,と思ってるんですよね。だけどもこれ愛知基地はね、うん、当時の外務大臣はこれを断るんですよ。 あくまでなぜかというと、これは当然ながらね、えー、最初からこう説明してきたように、これ常識にあまりに外れてるじゃないですか。だって土地を汚したのはアメリカなんだから、アメリカが払うのは当たり前だろうということですよね。要するにそれは筋が通らないということで、愛知喜一外務大臣はこれを断るんですよ。出す筋じゃないという、ね、ことなんですよね。そして結局ね、えー、このね、栗山さんの言い方によればね、 えっとうんえー、それでもしかしアメリカはギャーギャー行っ,ってきたんですけれども結局愛知さんはその後私どもにこれはアメリカの申し出は断るということをはっきり言われたんですというね、えー、ことなんですよ。ね、そしてそれはもしそういうことが後々外へ漏れると政治的に非常に大事になるからやはりそういう密約的な紙は作るべきではないと。お だから自分の名前でロジャーズにいきさつを出すことは断ろうということになって断ったんです。と,というふうな話なんですよ。ね。うん、でね、えー、じゃあその電報はどういうことかというと、その電報というのはつまり、ロジャーズがつまりこういうことを言ってきてるけれども、それについてはどうこうどうこうという内容の電報だったんですよ。ね。つまりロジャーズが密約のことを言ってきてるけれどもということだったんですよね。うん。 つまり途中経過ではあったんですよ。途中経過ではあった。じゃあね、その密約ってのは本当にあったのかという問題ですよね。で、これについてはね、これについては、要するにね、まあ、はっきり言えば曖昧なんですよ。曖昧というのはどういうことかというとね、えーと、これは結局ね、日本がアメリカに支払う、アメリカに支払った、ね、でアメリカに支払う金額っていうのはあったんですよ。まあ、いろんなね、 手続きとかですねいろんな問題があってですねそれがね結局3億2000万ドルなんですよ3億3億2000万ドル合計でねでこれをねあのー、これはね <laughs>、えー、琉球大学のね、えー、ガ,ビンガビン正明教授とかねこれ暴露しているんだけども3億2000万ドルって要するにねどんぶり勘定なんですよどんぶり勘定つまり中身が何にもなくて 日本は3億2000万ドル払うから沖縄を返せと。それだけの話なんですよ。単純に言えばそれだけの話なんですよ。ね。なので、この現状回復費用400万ドル。ね。これ3億2000万ドルに比べれば400万ドルってち,ちっちゃいじゃないですか。なので、その中に含み込んでるということなんですよ。含み込んでる。ね。含み込んでいる。うん。 だから結局日本が支払ったことになってるんだけども、厳密に言えばそこは曖昧になってるわけなんですよ。ね。だけど支払ってることになってるんですよ。3億2000万ドルに含まれているわけですから。ね。そういうことなんですよ。つまりね、アメリカってのはこういうふうにね、えー、大雑把なところは非常に大雑把なんですよ。ただ単なるどんぶり勘定なんですよ。ね。うん。こういうことなんです。これがね、 これが真実なんですよ、うん、これが真実なんですよね。うん、つまりね結局ね、えー、この日本もアメリカもですよ事務方はねこの交渉をどんどん詰めるんだけども最後はどんぶり勘定になるんですよ。つまりねアメリカは非常に長期的な計画を打たれて,て基本的なところはきっちりと詰めてくるんです,ですよね。 きっちりと詰めてくるんですよ。だけど全体についてはね全体まあお金の話ですけどもかなり大雑把になるんですよ。ねまあ、大体全部払えばいいだろうっていう話になるわけですよね。うん、なのでこれを日本の国会でギリギリ詰められると日本の内閣は一つも答えることができないということにいつもなってるわけなんですよ。これがね真実の姿なんですよ。 だから今の防衛費2倍も同じ構造だと思うんですよ。ね。安倍・トランプの間で大雑把に密約を結んでしまって、そして細かいところは何も決まってない。ね。なので今、岸田は何も答えられないということだと思うんですよ。ね。でね、これね、栗山さんはね、この、じゃあね、沖縄というものですね、これね、3億2000万ドル。 ねえー、支払ったわけですよね。そして簡単に言ったらそれで返してもらったということですよ。ね。栗山さんはこういうこのことについてね何て言ってるかというね何て言ったかというとこういうことを言ってました。ね。まあこれだけのお金を払って沖縄の人たちに、ね、安心感を届けることができるんだったらじゃあそれはそれで仕方がないかなと,と。というふうに当時は考えていましたと。ね。これはね 一官僚としては、まあ当然これは何て言うかな、まあ仕方ないことだと思いますよ、こういう考えはね。うん、一官僚でね、の分際でね、これ全部、全部の交渉をひっくり返すことなんかできませんからね、これね。うん。そしてね、これに対してね、西山さんはね、こういうふうに言っていました。ね。まあさっきもちょっと紹介したんだけども、すべて明らかにすればよかったんだと。ね。つまり、これだけね、お金がかかるんだと。 3億2千万でお金がかかるんだとねで今の日米関係では日本側はこういうことしかもうできないんだと政治力からしてだけどこれではいけないから今後こういうことはねあのー、やめてそしてうまくね対等な関係になるように持っていきたいと思いますとというふうに正直に言えばよかったんだと言うんですよで僕はね全く西山さんの意見に本当に賛成します その通りです。ね。日本国民だってバカじゃないんですよ。それは仕方ないとみんな思うわけですよ。そしてね、仕方ないと思うと同時に、じゃあ未来に向けて、どういうふうにすれば対等になるんだろうかというのを真剣に考えるんですよ。まっ、あ、正直に。それがなければ社会は進歩できないんですよ。ね。で、一番最初に言ったようにですね、こういう密約とかね。 そういう秘密の約束事というのはその遠源があるんですよ。どういうことかというとね、これは昭和天皇とマッカーサーの取引ですよ。ね、これはね、何度か説明したのでね、あのー、お分かりの人もね、多いと思うんだけどもね。でどういうことかというと、要するにね、戦後すぐですよ、お日本がね、民主主義国家としてやっていくためにね、アメリカがどうしたかというと、 マッカーサーを派遣したわけですよね。マッカーサーを派遣した。ね、でマッカーサーはね、要するにその時野心があったわけですよ。どういう野心があったかというと、えー、1948年のアメリカ大統領選にですね、共和党候補として立候補することなんですよ。で、そのためには、えー、1945年にね、えー、GHQ の長官としてね、日本に行きますから。ねそれ日本を早いとこですね、 もう数年で23年でね、まあ、2年か何年間でね、えー、民主主義国家としてもう国,際社国際社会に再デビューさせるとねそしてこれだけ立ち直りましたよとそして自分はアメリカに凱旋するということですよでその時にね混乱した日本経済日本社会を、えー、立ち直らせるためにはこれはね日本の官僚性が必要だったんですよ 日本の官僚制これがなければとても日本社会を抑えることができない、ねうん、日本官僚を全部追い払ってしまったらアメリカからね何十万人という、ね、文化をまた連れてこなきゃいけないわけですよ。それからそしたらもうね10年ぐらいかかっちゃうような話になっちゃうわけですよね。なので日本の官僚を利用しなければいけない。で日本の官僚を利用するにはどうしたらいいかこれは昭和天皇しかないということなんですよ。 昭和天皇の,この権威によってこの日本の,その官僚システムというのは成り立っているというねこれはまあ、えー、はっきりはまっとうな理解ですよ。ね。その理解のもとに昭和天皇と取引したんですよ。で昭和天皇にとってその時どういうことが一番の、えー、重要ポイントとして頭にあったかというとまず一番は何と言っても、まあ、自分の命ですよ。自分の命が保たれること。ね。 処刑されないことですよね第二に天皇制の維持ですよ。天皇制の維持ということですよ。ね。この第一第二ですよで。昭和天皇にとってはこの第一第二が保障されれば、どんなことでも飲むと。そういうね、腹積もりだったわけですよ。そしてマッカーサーと昭和天皇の間で、11回、会談が行われたわけですよ。 そしてその階段の概要については僕はもう大体概略はつかんでますよ、ね。うん。まあそれね、読むことはできないけども、それを読んだ研究者に話をね、大体聞きました。ね。そうするとね、昭和天皇にとってはね、もう最初はものすごくね、恐る,恐るべき階段だったんだけども、ね。それはだんだんと昭和天皇のペースになってきたんですよ。ね。まあ政治家としてはね、えー、これマッカーサーより昭和天皇の上だったということですよね。うん。 まあそんなようなことでね。で、いずれマッカーサーから、えー、このアメリカ側はね、ジョン・フォスター・ダレスというですね、国務長官に、えー、顔が変わるわけなんですよ。ね。まあそういうことなんだけども、この昭和天皇とマッカーサーの間で密約が結ばれたわけですよ。どういう密約かというと、昭和天皇の命は守る。そして天皇制も守る。ね。その代わり、ね、憲法9条、憲法第9条、つまり日本は、 えー、軍備を持たない、ね、そして戦争をしない交戦権を持たないこれを飲むこと、ね、そして、えー、封建制をやめるということ、ねうん、まあそういったようなことですよそしてねあの民主主義政治を取り入れると、ね、このことをですね約束してこれは裏取引なんですよこれを取引や,やったわけですよ、ねうん、ということで昭和天皇がまずね あのー、そのまま、えー、生き延びてそのままですねとにかく戦後の何て言うかなしばらくね実質的な日本政治の中心だったんですよはっきり言えばね、うん、でその昭和天皇にくっついてですね,ね昭和天皇にくっついてこの戦前の封建勢力がですねドーッと戦後に生き延びたわけですよドーッと戦後に生き延びたねその中に岸信介という人も含まれているわけですよ ねうん、このでんあのね、あのー <laughs> えーえー、満州にね満鉄ってあったじゃないですか南満州鉄道っていうね、うん、その満鉄の人脈なんかがね電通にっそういうふうに、えー、戦前の人脈が戦後にごっそりとね生き延びたんですよ。これがねあの昭和天皇とマッカーサーの取引によって成り立ったことなんですよ。 その象徴が岸信介なんですよ。ということで、えー、後々のね、えー、この密約、この佐藤栄作の密約とかね、そういうものはね、すべてこのね、昭和天皇とマッカーサーのこの取引秘密の取引ここに通じてるわけなんですよ。つまり、アメリカにはどうしても頭が上がらないんですよ。こういうことをね、秘密の交渉をやっちゃったからですね。なので、えー、 アメリカとねいろいろ取引したりねあるいはその沖縄を返還させるあるいは日米安保条約を結ぶ結び直すそういう時にですねやっぱりね密約を結ばざるを得なくなっちゃったんですよアメリカとの間にというのなぜかというとその密約の内容を日本国内で喋ったらものすごい批判されるに決まってるわけですよ冗談じゃないよとそれ対等のね立場じゃないじゃないかと日本は独立国家じゃないのかということをね みんな言うわけですよだけども、その当事者にとっては、だって昭和天皇がね、天皇制を流らえさせるために、そして自分が生き残るために、マッカーサーと全部ね、秘密の取引しちゃったじゃないかと。ね。ついては、日本はアメリカに頭上がらないんだよと。ということをね、それぞれの担当者は言いたいわけですよ。これが今に至ってるわけですよ。ね。だけども、 ね、僕が今ねこうずっと言ってきたように昭和天皇とマッカーサーのこの裏取引なんてのはこれはもうね学術的に言えばかなりいい公になってきていますからねうんそして僕が喋ったようにねこれがだんどんどんね大衆化しているわけですよなので日本人はそれをも踏まえてさらにアメリカとの間でどういうふうにすれば、ね、対等の関係になるかということをですねやっぱり考えてそして 一、えー、一歩一歩やっていいいいかなななけければいけないとということなんですねでそ,の大その大事な一歩についてこの西山滝さんがですね自ら身を挺して、えー、一つの情報を教えてくれたわけなんですよ、ね、西山さんのねこのジャーナリズムにおける位置づけっていうのはねそういう位置づけなんですよ、ね、なのでこれはねあの日本のジャーナリストとして本当の仕事をした一人だと思いますよ、ね、まあということでね え今日はそういうことをね、ちょっとこう喋ってきましたけど、まあ、最後にね、ちょっとコマーシャルタイムをいただきまして、これ m a z o n に鉄道を作る。ね、これはそのね、その戦後ね、そういう歴史を受けて、そして日本人の誇り、ODA。これでね、最貧国のボリビアを救うんだということで、Amazon に鉄道をね、敷、え、い、ー、たと。そういうね、人間のドラマの物語ですね。それからコロナ日本国書。これはね、 えー、僕が書いたものですけども、えー、コロナ対策、ね、そういうコロナとはどういうものか、でコロナ感染症対策っていうのはどういう,どう,いうふうにあるべきかということを研究してですね、えー、そして取材して人の話を聞いて、そして書いた本なんですね。ということで、この2冊ですね、こ,うかこ,うかこの2冊ですね、ぜひとも買って読んでいただきたいと,と思う次第なんですね。ということで、 え今日はこれで終わりたいと思いますどうもありがとうございましたはい、えー、見ていただきありがとうございました実はですね西山武さんね ね、沖,沖縄密約に関するものなんですけど、こういう沖縄密約を暴くっていう本があって、ですねこれ、記録、沖縄密約情報公開訴訟、沖縄密約情報公開訴訟団、原告団っていうふうに書いてるんですけど、まあ、これ、弁護士の方とかがですねいっぱい、まあ、あの書いている本なんですけども、ここに入ってるですねあの弁護士の方とか著者の人ですね、実は私の知り合いがいるんですよね。で、えー、そういう人たちから私も生の意見というのをですねいろいろ聞いていて、 やっぱりあのひどいあの話いっぱいあります。で、えー、このね、あの状況っていうのは一体なんで起きちゃったのっていうのも含めて、まあ今日佐藤さんがあの話をしてくれたけども、世の中っていうのはですね、アメリカではね、あのウォーターゲート事件とかね、あのニクソン大統領ですけども、特ダネを暴くと、その記者というのは出世します。まあそりゃそうですよね。えー、出世するんですよね。えー、で、えー、だけど佐藤さんはですね、特ダネをですね、いっぱい書いてもですね、なんと。 出世しないところか、朝日でですね、左遷される。ひどくないですかね。で、えー、本はね、あんまり売れないっていうところもあって、やっぱこれはおかしいでしょっていうところをね、 えやっぱり私はあの思っているので佐藤さんをねあの応援したりしているわけなんですけどもまあ皆さんがねその応援をねあのするためにも佐藤さんの本を買ったりですねまあ今マスコミでは語られない報道の真実え日本と報道を滅ぼす存在対との戦いっていうのをですね今売ってる最中なのでこれを買うことによってねこれ特別動画講義っていう形で YouTube では語れない話っていうのを微妙にね動画をアップして皆さんにお届けしますのでぜひ1万1000円で販売しておりますから佐藤さん応援したいなっていう人はですね 買ってほしいなというふうに思っております。まあそんなわけでね、今日も読書ということで、佐藤さん本日もどうもありがとうございました。それでは。はい、今日も見ていただきましてありがとうございます。佐藤さんの応援のためのカンパ、銀行口座とですね、クレジットカード、どちらかでもできます。ひとつき万冊の公式ページができました。こちらに佐藤さんの今までの書籍、えー、全部アップロードされていますので、えー、欲しい人はこちらから見ていただけると嬉しいです。いつも見ていただき感謝します。ありがとうございます。